さんこんにちは。今回はトレーラーで駐車の特訓です。なるべく近場の荷物を積んで駐車の回数をこなしていきたいと思います。場所は関西。関西はな、10キロから15キロくらいの仕事が要3あんねん。高速道路もあんまり乗らんでえし、乗ってもすぐに目的地に到着するんよ。ええやろ。あんしはな、このゲームの醍醐味は駐車やと思うねん。スッと入ってきて駐車始めやすいとこにスッと止めるやろ。しれーっとあたかも簡単そうにバッチリの場所に止めたいやん。なるべく切り返しなしで。そんな理想を実現するために猛特訓や。早速駐車の猛特訓中。未熟なバック駐車やけど最後まで付き合うてね。早速一回切り返してもうたわ。これでいけるかな。ええ感じちゃう。そろそろ戻そっかな。あれ、全然遅いや。全然あかんな。もう一回切り返し。こんだけ前出たら余裕やろ。やっと止めれた。次は西宮。一番奥や。苦手やな。うまい人どうしてるんやろ。こんなに離れへんのかな。しまった、遠いな。めっちゃ遠かったわ。距離感難しいな。角度こんなもんやろか。もうちょっとおらなあかんかったか。ああ、ミラーから消えた。なんか右狭いな。建物あるで。まあ最初からあるんやけど。ああ、頭が起こせへん。やっぱり難しいやん。もう一回やり直しやわ。十分離れよ。隣のトレーラーにもうちょっと接近して入れていかなあかんな。感じや。首を起こす遅すぎ。上出来上出来。別のバースに積み込めるもんがあるらしい。両方にトレーラー止まってるけど、このまな板みたいなトレーラーやと助手席側も見えて楽やな。
から顔出した方がやりやすいかも。これは完璧やったな。大阪南港に到着。こんだけ広いトラックやな。全身で合わせたらあとはまっすぐバックするだけ。ここは楽ちんやったね。またまた西宮に戻ってきました。ここは商店街と住宅地の狭い通りを抜けた先。なかなか通りがいのある道やったで。積み込みやけど、指定場所の前が広く空いてたから、ここも全身で合わせたら楽やね。楽ちん。おろし地は吹田の中央環状線沿い。ここは一番奥に斜めで止めるみたいやね。全身では行かれへんから、とりあえず左に頭振って右バックで入っていくわ。右バックは運転席から頭出したらよう見えるからええな。けどこっちばっかり見てたら左側全然見えへんから危ないな。トレーラーって四角めちゃめちゃ大きい。この角度やとトレーラーの左側全然見えへんや。よっしゃ、一発や。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた。